いや、今お風呂、30分ぐらい使ってきました。で、お肌つまんで水素の充満してる すごい水素の濁った白いね、ミルキーなお湯にズボーって使ってやるんですよ。髪の毛もね、見てください。もうね、僕ね、髪の毛ツヤめっちゃ戻ってるんですよ。まあ、本人はね、しょっちゅう髪の毛触るんで、脱ぎめっちゃサラサラなってるやんと思ってね、もう、これがまず即効性で分かったこと。これ、いつもね、ジェルで固めてるんですけど、今何もつけてない状態なんですよね。サラサラマジでやばい。嬉しい です。あとね、お肌はね、今もう、音聞こえるかな？すべすべ。ね、46にもなるとね、油ぎっちょんちょんになってくるんですよ。お肌がね、油がめっちゃ出てくるんですよ。油分、油分、それがこのサラサラ感がなくなるわけですよね。油分、いや、めっちゃサラサラ。あと、疲れがめっちゃ取れやすいです。めっちゃ疲れ取れて、睡眠がね、質が変わって、まあ良質な睡眠になってるんでしょうね。これがもう最高。朝が起きて、もう昨日の疲れが残ってるっていうのがもう当たり前やったんですよ。うわー、もうしんどーみたいな。夜よりもしんどなってるみたいな。これ寝たのに寝る前より疲れてるじゃんっていうようなことって皆さん体感したことないっすか？まあね、このぐらいの年齢になってる方はね、これ以上の方とかもすごい感じられ、あ、そう、わかるわーって、めっちゃ疲れ取れへんよねっていうのを分かってもらえると思うんです。いや、若い人はね、もう僕も若い時はね、もうすごいリセットして、もうどんだけ働いても疲れへんぐらいの、もうな、何ていうか、サイボーグちゃうかっていうぐらい疲れない人間だったんですが、いや、疲れる今。それがね、この水素風呂を、まあ、レンタルして、レンタルっていうか、僕個人のやつをね、お友達に貸してたんですよ。ちょっと使ってみたいって言って、この YouTube 見たい言うて。で、貸してあげてたんですよ。ほんで、3日間、4日間ぐらい貸して、ま、ああ、早く水素、でも気に入ってくれてるなと思って、わ、化粧のりすごい変わったんや、すごい良かったとか、へえって、髪の毛もすごい、俺と同じように髪の毛も全然違うし、アゲンアゲンさんもお肌、なんていうの、毛穴が開いてたのがキュッてなってるよっていうことで、え、そうなんやって、私美容関係やってたから分かるのよっていうことで、ああ、嬉しいです。まあ、サラサラなんは分かってたけど、毛穴がすごい開いてたのがキュッてなってるっていうのを、まあ、美容関係の人ならではの目線で教えてくれて、嬉しいじゃんと思って ほんで、あとね、まあ、疲れがね、取れたっていうだけじゃなくて、ちょっと親戚にね、おすすめしたんですよ。そのリタライフ、リタエアーの、水素水いいよって、水素ガスいいよって吸入したり、それのね、ちょっと LINE が来たんで、それを皆さんちょっと次の動画でね、現場の私が説明しますので、現場のアゲアゲンさん、説明お願いします。画面チェンジ。はい、おはようございます。アゲンアゲンです。今日は水素のね、いとこがレンタルをして、そちらの方で、まあ、数日間使って報告を受けたので、ちょっとそれをご報告しようかなと思います。はい、ご視聴最後までありがとうございました。アゲンアゲン YouTube チャンネル、今回の、ご紹介させていただいた内容っていうのは、まあ、さまざまなね、沖縄のこと、沖縄の歴史、日本のこれからの、歩みっていうことですね。若者よ大志を抱け、とか、20年のアゲンアゲンが語る、皆さんを元気づけるためのね、全国の営業の方々にプラスになるような情報をお届けしたり、経験値をね、お伝えしていったり、また写真のね、趣味とかもありますので、一緒に写真勉強していきましょうねっていうようなチャンネルとか、カメラ面白いですよっていうような、動画の配信、を、まあ、アップさせていただいてますので、皆さんご関心ご興味ある方はチャンネル登録しておいていただいて、
高評価ボタンよかったって感じていただけたら、優しい気持ちで高評価ボタンいただければ、動画作成の励みになりますので、今後ともアゲンアゲン YouTube をよろしくお願いします。はい、残波岬からの撮影でした。ありがとうございました。